こんにちは、Gです。今回は Ubuntu Mate デスクトップのお話。このところ、Mateの話題が続いています。前回動画でご紹介した最新版Mate 21.04 ハースウトヒッポーのMateデスクトップは 1.24。でも、Mateデスクトップの最新版 1.26 が公開になりました。ようやくウェイランドが公式サポートされたんです。これビッグニュースなんですけど、全く盛り上がりませんね。ついてはデスクトップ 1.26 へのアップグレードの方法と何が変わったのかをご紹介します。始める前に脳書きを。ウェイランドって何？そうですよね。それが普通の反応と思います。まずはそこから解説します。その昔、PC の操作は CUI から GUI に移行しました。要は文字ベースだったのがアイコンやウィンドウが表示されるようになったんです。Mac や Windows 95の登場が有名ですね。それ以前は Unix、CPM、DOS などが主流でした。Unix には1980年代に X-Window システムが登場。その後、Linux が出てきて GUI には X-Window が使われます。これが X11 として知られるディスプレイサーバーで今も使われています。X11 は画面描画を管理する GUI の根幹ということです。X11 は長く使われ、その間に肥大化したため、これまで何度も刷新が試みられました。その代替の一つが、ウェイランドです。単純化と高効率を目指して、ウェイランドも長く開発が続いています。現実には、X11 への依存は広範囲に及び、アプリ対応や互換性維持の都合上、総入れ替えは困難です。そこでウェイランドは X11 とも互換を持つ構造になっていて、旧来からあるアプリの互換を担保しています。Ubuntu の場合、将来のデスクトップはウェイランドを採用すると言い始めて10年にもなります。なので、将来本当にそうなるかはわかりませんが、21.04 以降では積極的にチャレンジしています。まあ、ウェイランドは基本裏方の話なので、そうなんだ、で構いませんが、技術的な構造や違いについては画面のサイトを参照ください。前置きが長くなりましたが、Mate デスクトップ 1.26 では一部のアプリでウェイランドサポートし、新機能を盛り込んだりしています。個人的にはメジャーディストロである Mate がウェイランドサポートに舵を切ったことには意義があると思います。ただし今後もウェイランドが標準であり続けるかはわかりませんが、早速インストールを試してみましょう。まずは最新の状態に更新しておきます。インストールの前にちょっと注意を。Mate デスクトップ 1.26 にアップデートできるのは Ubuntu 20.04 LTS と 21.04 です。Mate 20.10 はアップデートできないので、事前に 21.04 に更新が必要です。ターミナルを立ち上げ、画面のようにタイプします。続いてアップグレードしてください。これだけで終わりです。リスタートすればデスクトップ 1.26 になっています。
では個別に何が変わったのか見ていきます。ラズパイ環境でも簡単にウェイランドが試せますが、今回ウェイランド対応されたのはごく一部です。目に見えるものを中心にそれらをご紹介します。最初はテキストエディタープルマ。いくつか機能追加があります。設定を開くと、表示タブにはグリッドパターンの表示とオーバービューマップを表示が追加されています。グリッドパターンの表示は背景にグリッドを表示するんですが、フォントと色タブでスキームを変えると見えなくなります。スキームはクラシックだけ有効みたいで、あまり有用とは思えません。オーバービューマップを表示で、右袖にコンテンツ概要がサムネイル表示されます。コントロール Y のショートカットキーで行番号表示をオンオフできるようになりました。設定内のプラグインも一新されたそうなんですが、旧バージョンとの違いがわかりません。システムモニター、ウェイランド対応されたそうですが、その恩恵は目に見えません。あえて言うなら、編集メニューの日本語訳に誤りがあって、プロセスの強制終了がプロセスの停止になっているのが気になりました。カジャファイルマネージャー、ブックマークメニューが追加され、アプリやフォルダーをブックマークできて、サイドペインにも表示可能に。ドライブを選んだ時、右クリックで初期化できるようになりました。ウェブブラウザーでリロードアイコンをマウスのセンターボタンクリックでタブ追加できるようになりました。これ結構便利です。待て電卓、表示メニューが追加され、そこで履歴をオンにしたとき、ウィンドウサイズが変えられるようになりました。素因数分解が早くなったそうなんですが、やってみても違いはわかりませんでした。他にも関数追加やアルゴリズム改善などで賢く早くなったそうです。体感ではわからないので、そうなんだ、ですけど、コントロールセンターはかなり変更があります。ディスプレイアプレット、表示の拡大オプションが追加。200% しかないけど、将来はカスタマイズ可能になるんでしょうね。電源管理、バッテリーに関するアラート設定が拡充しています。ウィンドウアプレット、インターフェースがすっかり変わりました。挙動タブに新設のオルトタブキーでウィンドウサムネイルを表示。これマジ便利。外観アプレット、インターフェースタブが拡充されています。ファイル管理アプレット、表示タブの UI が変更され、デフォルト値タブでまとめられました。他にも見えないバグ修正や高速化、さまざまな機能更新が含まれています。ウェイランドがメインストリームになるかはわかりませんが、マテ 1.26 はその一里塚であることは間違いないことです。いかがでしたでしょうか。今回は際立って面白くない話でしょう。まあ地味な話ばかりですから。でもいろんなソフトを快適に使える、その裏側では多くの開発者が日々地味で面白くないことに向き合ってるんです。彼らの努力の積み重ねが今の Linux 文化を支えています。すべての開発者に改めて感謝を。ご覧いただきありがとうございました。
いやー、裏方の話は本当に面白くないでしょ？ところで、Ubuntu はもう15歳になります。南アフリカの実業家、マーク・シャトルワースがカロニカルという会社を起こして Ubuntu を作り出しました。彼は10年近く前、ソユーズでアフリカ人として初めて宇宙に行った人でもあります。この人、まだ48歳です。同い年の人は、イチローとかですね。パピー、大貫亜美は誕生日まで一緒です。イメージ湧かない？マツコデラックスが一つ年上。ではまた次回。